お疲れ様ですということで先日ですね GoPro を持ってえバイクツーリングといいますかバイクを走らせてですねその時にいろいろ GoPro でえ動画も撮ったんですけどもお道具の不具合でですね思ったようなえ動画撮影できなくて記録できなくてですね えちょっとそのまま帰宅ということになってしまったんですけれどもおーっていうのがこの GoPro のショーティーですねミニ三脚といいますかね自動リボ棒にもなるんですけどまあこのように伸びてしかもこのグリップのところがですねこう開いて立つというところで非常にこれ使い勝手良くてですね えー、もう長年長年といっても、まあ、数年ですけどもね使ってるんですけど、まあ、この不具合というものが何かというとこれあのネットとかで探してもですね、えー、出てこなかったんですよねで、まあ、これ単純に、まあ、摩耗による寿命 なのかちょっとわからないですけどここう思いっきり伸ばした状態で、えー、こう三脚として、まあ、こうセットするというところでですね明らかにこの今違いがですね、えー、ちょっとずつ分かってくると思うんですけど、まあ、特にですね、えー、まあここのおー ネジネジですね。角度を調整するネジのところ。これなんか脳トレみたいな感じでですね、えー。よーくよーく見てると、まあ何が痛いかっていうとどん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 下がってくるってことなんですよね。わかりますかね。特にこの3段階あるうちのここの真ん中。この真ん中ですね。ここがもうこの GoPro の こう自重に耐えきれずにこうどん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 下がってくると、まあ、いうところでこう話してる間にもどん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 こう縮んでいってるんですよねでかなり、あのー、じわーっとこう沈み込んでいくもんですから初め気づかなかったんですよねあのー、まあ別にこの GoPro とかこの三脚が転ぶっていうわけではないので全く気付かなかったんですけど動画をこう見返してみると なんかこう映り方がなんか思った通りじゃないなと思って感じたんですよね。まあ、そうしたら、まあ、今もこう完全にこの2段目のところが、えー、縮んでしまって、まあ、このグリップ、まあ、本当にこれ言わなきゃわからないんですけどもね、えー、かなり下がってしまったと。で、まあ、これ以上下がることはないんですけれども おまあ、どうやらプラスチックとプラスチックの本当にこうなんていうのかなプラスチック同士の摩擦っていうのかなあの詳しくはちょっとわからないんですけどもネット見てもですねホムなんかこう出てないんですよねこの症状がその利点とかばっかり出てるんですけども、まあ、確かにそれはいいんですけどなんかこういった症状で、えー、対応 ししましたってててのが出てこなくてでこのグリップのですね、えー、これもツルツルしてますので、えー、社外品であればこうグリップ力がこう増すような感じで加工されてるものがあるんですけどそういった加工のやり方とかですねそういったものは出てるんですけどこれにこの症状に関してはちょっと私の検索の仕方が悪い。 のかちょっと出てこなかったんですよね原因もちょっとわからないですしここまで今下がったというところで、まあ、こんな感じでこれだけ <laughs> まあ今こう下げた状態で真ん中しか真ん中がこうすぐに沈んでしまうっていうところでやっぱりこの2段目 のこの部分なのかこっちの受けなのかわからないですけど、まあ、いずれにせよここが非常にこうスカスカになってしまっているということですね、まあ、非常にこう使い勝手良かったので、えー、まあ単純にまあ使いすぎっていうほど使ってはないんですけどまあ買い時なのかなという感じがしますね まあ純正品に限、えー、こだわらず、えー、いろいろこう、おまあ、社外品でもあのいいもの、まあよ、いいものとか良さそうなもの、出てますので、まあ、そちらもおちょっと使っ,あの使ってみたいなというところでですね、また購入したら、えー、レビューじゃないですけどもね、使い勝手ですとか、おすすめできるようであれば、それもまた動画にしたいなというふうに思います。 はい、えー、ということで以上。